What's up YouTube? どうも、ソーシャルミュージックです。はい、ということで本日なんですが、以前にですね、ビビと2人でアウトレットに行った時に買ったですね、こちらのパンツで、こちらはですね、リーバイスのスケートボーディングコレクションのカーペンターパンツなんですが、これを買ってからですね、めちゃくちゃ気に入って最近よく履いてるんですよ。でそこでですね、他にもいろいろカーペンターパンツが欲しいなと思いまして、っていうので買ってきました。はい、ということで今回もですね、リーバイスで買ってきました。はい、というので今回買ってきたのが、はい、ということで今回買ってきたのがですね、はい、こちらリーバイスシルバータブのカーペンターパンツでございます。はい、ということで今回はですね、こちらを買ってきました。でこちらのリーバイスのシルバータブなんですが、以前にですね、トラビスと愉快な仲間たちさんはですね、動画で紹介していたんですが、1985年からですね、90年代にかけて展開されていたラインで、で去年ぐらいでしたかね、復刻されたシルバータブというラインです。で名前の通りですね、リーバイスのタブがシルバーカラーになっているんですが、動きやすいですね、太めのシルエットになっておりまして、当時の若い世代から人気を集めたラインとなります。で特にですね、90年代のファッションが好きな方であったりとか、あとはですね、太めのパンツが好きな方にはですね、いいんじゃないかなと思います。で今回のね、こちらのカーペンターパンツなんですが、 14.2 オンスのデニムとのことでですね、ちょっと厚めのしっかりとした生地感となっています。で最初シルバータブのですね、バギーパンツとカーペンターパンツの2つが欲しいなと思って店舗に行ったんですが、バギーパンツの方はですね、もうサイズがなくて、でこちらのカーペンターパンツの方はですね、サイズがあったのでこれを買ってきました。でちなみに今回僕が履いているのがですね、28インチで、もう1サイズか2サイズだけでダッポダボに履くのもありかなとは思いますし、多分見ていただいている方の好みもあるとは思うんですが、個人的にはですね、これぐらいのサイズ感が好きですね。はい、ということでいかがだったでしょうか。やっぱりなんとなくなんですけども、無骨な感じのですね、カーペンターパンツにハマりそうですね。また今度バギーパンツの方もですね、サイズがあればにはなるんですが、また買ってですね、紹介したいなと思います。はい、ということで本日はリーバイスシルバータブカーペンターパンツを買ってきたでした。本日の動画が良ければぜひグッドボタン、高評価をよろしくお願いいたします。チャンネル登録などまだお済みでない方は、動画の最後に出てくる右下の画像をクリックするか、動画の下にですね、チャンネル登録用のボタンがございますので、こちらを押していただきまして、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。また Twitter や Instagram などもやっておりますので、こちらの方もぜひチェックよろしくお願いいたします。で今回ですね、リーバイスのシルバータブのカーペンターパンツを買ってきたんですが、今度はですね、カーハート のカーペンターパンツとかもちょっと欲しいなと思ってるんですよね。また古着屋巡りとかもしたいなと思っているので、またいいものがあればですね、買って紹介したいなと思います。はい、ということでまた次回動画でお会いいたしましょう。 See you later. バイバイ。